だけど、なんていうか、頼ったり頼られたりって関係とは違うような気がするんだ。ここ最近の捜査がちょっと異例っていうか。まあせいぜい考えるこったな。それが若さの特権ってやつだ。なんだよ、まるで年上みたいなこと言うな、俺のくせに。まあな、俺様はお前さんの論理性を抽出した存在でもあるからな。そもそも悩んだり困ったりってこと自体がない。若者よ、悩み多き海でもがきなさい。みんな、ただいま。吉野さん、学校に戻ってきてくれたんだね。ええ、ちょっと時間がかかったけど、今日からやっとね。歓迎するわ、吉野さん。ありがとう。はい、皆さん、桜木さんが今日から正式に復学することになりました。桜木さんは、先生、いいんです、お気を使わずに。桜木さんは戦争で大変な怪我を負ってしまいました。そのため今では私たちと比べてちょっと不便な状況にあります。だけど桜木さんは復学する道を選んでくれました。だからクラスメートのみんなも桜木さんの勇気に応えてあげてください。桜木さんが不便だと感じたらすぐに助けてあげてくださいね。当然です。僕、車椅子を押す係を志願します。いいのよ、野中くん、これ自走式だし、全速力を出せばみんななんかよりずっと速いんだから。へえ、すごいね、清人。乗っけてもらおうなんて考えるんじゃないぞ。いくらなんでもそんなこと頼まないよ。あ、野中くんなら頼んできそう。遅刻するから乗っけていってとか。いやいや、ちょっとさ、しずきちゃん、反論してくれよ。ああ、どうだろう、里屋っていざって時にとんでもないことお願いしてくるからな。ふん。吉野、今日は放課後になったらあなたの復帰祝いをしましょう。翔子様、クーデターの後からのびのびにしてしまったけど、ちょうどいい機会だと思って。ありがとうございます。学校のみんなも招待するわ。とても面白い施設を用意してあるから。
だとしたら楽しみだな。ああ、渚か？遊説スケジュールがかなり過密らしいからね。お前さんに振られたショックで寝込んでるんじゃねえのか？さすがにそれはないだろう。ですわ。こんな姿になっちゃってどうしようかって思っていたんだけど、学校でもできるだけ翔子様やみんなのことをフォローしたいって思ったの。面会を断り続けてた、せめてもの罪滅ぼしにって思って。桜木さんの姿を蔑視するような輩がいたら、この弓並風紀委員長がビシビシ取り締まりますから。いいの、偏見を持つ人のことは放っておいても、クーデターの時に全部吹っ切ったから、誰がどう見ても平気。そうそう、クーデターのどさくさで非公認の見習い扱いだったけど、ブリッジでの参謀職もキラさんから正式に許可が下りたのよ。これからは公的に作戦に参加できるんだね。ええ、カイドウ君のお手伝いもできるわ。チルチル、ヒジリ、今日の夜吉野の復帰記念イベントをやるんだけど、二人もどう？カラオケよ。もちろん行きますわ。幹事もやらせていただきますね。会費は？もちろんみんなからもらうことになってるわよ。了解です。午後から公務だけど、夕方には体が空きますから、私も出席しますね。ひじりには予約の詳細を教えておくわね。やっぱりカラオケだったのか。ええ、そうだ、キヨト、オルガも呼んだらどうかしら。今日はちょうど検査も入っていないはずだし。オルガを？そうだな、カラオケとオルガ、どんな影響が出るのかな。オルガさんは軍医務局で検査中なんですよね。いい息抜きになるといいんですけど。だったら私が連れてきます。午後の公務は長田の外ですし。それじゃ頼んだわ。カイドウさん、事前に彼女の外出許可を申請しておいてください。ああ、やっておくよ。チルチルさ、どうしてさっき翔子に会費の件を質問したんだ？時期が時期ですから、官房長官の副学祝いで大統領のおごりってわけにはいかないです。そうか、周票目的と勘違いされるか。そう、間違いなく勘違いされちゃいます。さあ、今度候補なんかが知ったら絶対批判してくるでしょうしね。今の彼女はどうだろうな。え？
ああ、いや。クマさん、1グループ4人が適当として、今日の参加人数は40人近くいますし、そのほとんどが未経験です。私やフワさんのような有段者はグループとは関係なくルールや作法の説明に回りませんか？ですわね。まさかこんなに参加者が増えるとは思ってませんでしたわ。